中根 X こと中根千葉です。今日はご覧の通り名古屋港水族館にやってまいりました。さて今回リポートするのはこれだ。わかりやすく案内してくれる地図とベストショットを教えてくれる名古屋港水族館公認のアプリなんです。この春リリースとなったこのウェブアプリ、スマホはもちろんアプリなどのデジタルコンテンツにも目がない中根 X がいち早く紹介しちゃいますぞ。早速行きましょう。ゴー。じゃあ早速ツアーに出発します。じゃん。なるほど、コースを選択。ここ押せばいいのかな。お、なんかフォトジュニックポイント。シャチの公開トレーニングでは水槽を真ん中に来てくれることがあるので、ぜひ一番前でご覧ください。こういうことも教えてくれるんだ、すごい。よし、じゃあ早速行きましょう。こっち、シャチいます。じゃあここの場所がこのウェブアプリによると写真を撮るポイントだそうなので、早速シャチの可愛い写真を撮りたいと思います。かわいい、シャチがカメラ目線してくれてる。シャチこっち向いて。見てください、今私が撮ったかわいいシャチの写真。もう自分がかわいいこの角度というか顔分かってるんですよね、このシャチ。地図通りに歩いた先にやってきました、フォトジュニックポイント。大迫力の大きな展示もここからなら全部フレームに収められます。なるほど、ポイントもがっちり教えてくれてます。わ、すごい、ここですね、このアングルだ。よし、シャッター押そう。続いてが、お、こちらですね、サンゴ礁の海へ。色とりどりのサンゴや魚たちが出迎えてくれます。だって楽しみ、出迎えてもらおう。ほら、煮物お魚。あ、こっち、こっち来て、こっち来て。うまいです。よし、 OK です。次のポイントはね、私すっごい気になってるんですよ。こちらマイワシのトルネード。じゃん、間違えた。よっ、すごい、何あの大群、全部イワシ。イワシのトルネードを取るならここ。あー、すごい、ぐるぐるしてる。見に行きましょう。名古屋港水族館満喫ツアー、このアプリのおかげで一通り制覇しました。わかりやすいマップで見どころなど館内を案内してくれますし、おすすめの撮影ポイント、フォトジュニックポイントなども教えてくれます。さらにフォトジュニックポイントで撮った写真は人気の画像共有アプリインスタグラムで投稿しましょう。そしてみんなのフォトページでその共有された写真を見ることだってできちゃうんです。私中根 X が体験したこのフォトジュニックツアーズ、なんと大学生が作ったアプリなんですよ。東海エリアの学生を対象とし、人材育成を目的としたコンテスト NEXT コミュニケーションアワード2013におけるウェブアプリ開発部門で見事グランプリに輝き、このように名古屋港水族館公認のウェブアプリとしてリリースされたんです。制作者は名古屋市立大学の今井理沙子さん。コンテストの時のプレゼンテーションの模様をどうぞご覧ください。スマートフォンを使って写真を撮るというユーザーにとっては、慣れ親しんだアクションにプラスアルファの楽しさを提供することを目標にアプリの開発をいたしました。観覧コースのナビゲーション、カーナビの案内をイメージしていただけると分かりやすいですかね、が地面の32段階のマップに
のうち今8番目にいるということで、今の自分の進捗度なんかもそうですね、撮っていただいた写真を、自分が撮るのももちろん楽しいんですけど、やはり人のも見たいなと思いますので、ベルガが元気だからぜひ見てほしいなっていうことを、簡単に文字を打つだけでアプリに反映させることが可能です。学生さんなのに説明しっかりされてますね。そして女性が開発しただけあって、デザインが素晴らしい、何より見やすいんですよ。皆さんもぜひこのフォトジェニックツアーズ名古屋港水族館に来て試してみてくださいな。桜が綺麗、イエーイ、私楽しい、イエーイ。